L3 ハリス・ウェスカムはジャイロ安定式 AO IR イメージングシステムの製造を専門とするカナダの企業である。ウェスカムは L3 ハリステクノロジーズの子会社である。世界中のいくつかの組織が同様のシステムを製造しているが、その名前はこの種のカメラの代名詞となっている。ウェスカム社はカナダのオンタリオ州バーリントンに本社を置いている。 ウェスカムジャイロ安定化カメラを搭載したベルロングレンジャー1959年ウェスティングハウスカナダの軍事部門はカナダ国防研究機関のために安定化カメラマウントを開発したこの製品はウェスカムウェスティングハウス安定操作カメラマウントと名付けられた1七十四年ウェスカムの発明者であるノックスリービットはウェスティングハウスから実験装置と特許を購入し アイステックリミテッドを設立した。同社は17人の従業員を要し、約100万ドルの収益を上げていた。内部成長と戦略的買収により大幅な拡大を経験した。これにより、同社に補完的な技術が導入され、知的能力と市場シェアが拡大した。百九十四年にアイステックはウェスカムに社名を変更し、百九十五年には、 トロント証券取引所に上場した。2002年、L3 テクノロジーズは、ウェスカムを買収した。L3 テクノロジーズの一部として、ウェスカムはアメリカでのプレゼンスを拡大し、顧客に提供する製品とサービスの基盤を拡大した。2019年6月、親会社である L3 テクノロジーズが、ハリスコーポレーションとの対等合併を行ったことで、 L3 ウェスカムは L3 ハリスウェスカムとなった。ウェスカムの主要製品ラインは MX シリーズで MX-8、MX-10, MX-15、MX-20、MX-25 などの MX シリーズタレットファミリーで構成されている。これらはすべてアメリカの国際武器取引規則によって管理されている。現在、防衛。 国土防衛、法執行機関やナスカのようなテレビ放映されるスポーツイベントで使用されている。これらの製品は通常、固定翼機、回転翼機、UAV、軽航空機の空中プラットフォームに搭載されており、また、多数の装甲車や海洋ベースのプラットフォームにも搭載されている。2009年に発売された MX-10 は、ウェスカムの最新のイメージングシステムである。 完全に統合された重量は38ポンドで直径10インチ、高さ14インチである。この小ささと低重量により、有人及び無人の空中プラットフォームへの設置への重量と手続きの要件を軽減する。MX-12 は高精最中高、赤外線センサーなど複数の異なるタイプのセンサーを組み込むことができる。ウェスカムは より幅広い用途に対応できるよう MX-10 のバリエーションを増やしてきた。MX-10GS は地上の車両に取り付けてられるようになっており、マストやタワーの上に搭載することで、車両が移動中か静止中かに関わらず、より高い視点で見ることができる。また、MX-10MS も開発され、z y b e ク Technologies はピランハー無人水上帝、 高さ19インチで最大重量 45kg まで対応している。MX-15 ファミリーには、MX-15、MX-15 MX リ、MX-15D、MX-15GS がある。これらの画像処理システムは通常、友人の固定翼、回転翼機に搭載されている。MX シリーズの中でも MX-20 は、 最大のイメージングシステムで重量は最大198ポンドである。直径は21インチ、高さは26インチ。この大型のシステムは通常 P-3 オリオンなどの大型固定翼機や蛍光空機に搭載されている。このタレットは 20km 以上離れた場所から対象を特定し、光線が可能なため長距離監視に使用される。 MX-25 は、有人、無人の航空機、UAV、軽航空機からの長時間監視、偵察任務に適している。ウェスカムは、世界中の軍や機関にサービスを提供している。以下にその顧客の一部である。ありがとうございます。